50歳以上ででかく絞れた体になると50代筋肉がつかないとトレーニングしても筋肉がつかないということが起こるのでただ1回のトレーニングの,そのセット数というのは少なく抑えてもいい「ビックリでポッドキャスト」「ウェルカムトゥビックでポッドキャスト」今日のテーマは「50歳以上ででかく絞れた体になると」「でかく絞れた」英語で言うとまとめて「ジャック」と。 JACKED とねジャック,、J A C K e ね、ャックなのこうでかくて絞れてるでかいしてでかいだけじゃなくて絞れてる、まあ、すごい体みたいなねそういう表現ジャックと使うけれどもまあ50歳以上でこんな体でなれるまあ俺も51になるんだよなだからこの年になると51なのか52なのか 50ではある、確かに50ではあるけど、51なら52ならちょっと分かんないが、多分51だと思う。今月、あと、まあ、1週間ぐらいで51になりますが、有名人では、ハリウッドの有名人では、どんな人を我々は50歳以上は目標にしたいかということで、まず1人目、俺も大好き、ジェイソン・ステイさん、えー、エクスペンダブ、シュワルツネーガーとかね、スタロンと、 小学、まあ、年が主演じゃないか、まあ、出てるけれどもスタロンが主演だなエクステンペンダブルとかあとは最近である,あるとビーキーパーね俺は飛行機の中で見たけれども彼はなんと56歳1967になっていやかっこいいよねジェイソン・ステイソン、うん、ででかいだけじゃない彼はでかいって言われるとしか言うと絞れてるって感じだけれどもあとあれファーストフィルエスも出てるよなまあファーストフィルエスと、えー、ザ・ロック みんなご存知で、ね、元 WWE プロレスのスーパースターで今は映画の映画ハリウッドの大スターザ・ロックはい,いくつかという52歳1972年俺より1個上えザ・ロック俺,の俺より1個しか違わないんだ随分な差だな <laughs> ザ・ロックでザ・ロックはハリウッドスターであるだけでもなくてボディビル界にも、えー、深いつながりがあってオリンピアにも何回か来たことがあると ね、ザロックそして、えー、3番目、ジェイミー・フォックス。ジェイミー・フォックスどうぞ日本でも俺はすごい好きなんだけれども、例えばスワットとかね、の映画のジェイミー・フォックス好きだし、まあ、いろんな映画に出てるよね。えー、ジャンゴ・アン・チェインドとかね、俺の好きな俳優の一人。で、彼はなんと56歳。ジェイソンと同じ年なんだ。1967年。ね、もちろんさっきのスタロン。 俺が一番最初にボディービルを始めたら体を鍛えるきっかけになった人だよね、ロッキー。あと、ランボー。ということで、彼はなんと77歳だったの。マジで。すごいな。1946年、77歳のスタローンって。すごいな。俺がなんか50歳とか言って、まだまだ子供だな、スタローンに比べた。そして、シュワルツネーガーもこれ驚いた。76歳なのかシュワルツネーガー。まあ、シュワルツネーガー言わずと知れた映画スターであり、元、えー、ミスターオリンピア。 ということでね、我々最も身近な、えー、ハリウッドのジャックとジャックとのアクターということでね1947年生まれ76歳ということで素晴らしいなこういう人たちを目標にしたい50歳以上ねもう50歳だからって老け込むんじゃなくてこういう人たちのようになれるというかなりたいというかなれる、ね、50歳今から始めても今から始めとって遅くはないというのは変だけど今から始めるべき逆に言うと。 男はやっぱり年取れば年取る取るほど俺はウェイトトレーニングをするべきだと思うんだよね。まずその一つの理由、一つ目、テストステロンレベルが下がると。これは自然の摂理、まあまあ老化というのはあのまあ少し今のね。 病科学では老化を阻止というかね不老不死ということもできるというふうに言われてるけどもまずその我々が一番最初に何が起こるかというとテスタステロンの分泌が落ちるとでテスタステロン何かというとこれ男性ホルモン男性が男性たるゆえんだるホルモンでねこれがもう人によっては20代後半から だだからそれに対抗するためにはやっぱり負荷をかけてトレーニングをすることによってテストタセロンの値を維持するそれかテストタセロンは逆に分泌能力を高めてやると刺激を与えてやるということだよね要するにトレーニングそのためにも大事ですそしてトレーニングをすることによって要するに自分のリズムを作るということでねトレーニングするからトレーニングの時間を作らなくちゃいけない。 でこれから俺スケジュール話すけれどもあの我々50歳以上まだまだ忙しい50歳以上でもちろん引退してるというすごいす晴らしい人もいるかもしれないけどもまあ俺も含めて未だに現役で働いてるということなので50歳以上責任も大きい皆の指導する立場になる,なる人が多いと思うので会社とかでもね。なのでその人たち我々の忙しいスケジュールの中でトレーニングを作っていかなくちゃいけない当然当然時間作り時間管理ということでね そしてトレーニングだけじゃなくて食事睡眠ということでねこれから全部説明していくけれどもこの3本柱を、えー、完全に抑えながらトレーニング食事睡眠とちょっと順番はこれ、えー、逆だよ俺,俺がいつも言っている通りだけれどもこの3つを抑えてやらなくちゃいけないその3つ全部説明しますこれからそれでは一番最初50歳以上でこのジャックトな課題になるためにはまずはトレーニング法ということで トレーニング法で我々が一番気をつけたいことはトレーニングで刺激を与えるそして回復をさせるというこのトレーニングで刺激を与えるばっかりのことを考えがちこれは若い時はまあそれでも刺激をいっぱい与えていっぱい与えてて刺激を与えるというのは筋肉を壊すということだよで筋肉を壊してそれを回復させると壊して回復させるとい,ういわゆるこの、えーえー、グラフで言うとこうまあ普通のご情でこれが普通のこでトレーニングしたことによってこう筋肉が壊れると そそしてそしててれを直回復させるこれが直っただけでは同じでしょだけど直って回復させるでちょっとまた上に行ってまた壊して直って回復させるというこういうあのグラフをまあ想像してみたらいいと思うんだけれどもここの刺激要するに筋肉を壊すトレーニングがやりすぎると要するに壊れちゃってようやく戻すか戻らないうちにまたトレーニングということなのでこれどん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 弱くなっていっちゃうと。ここの回復の 度合いいをを回復をさせるということををまず考ええてここの刺激を与ななくちゃいけないけれが10代とか20代であるとやっぱり新陳代謝が早いのでこの回復能力というのがどうしても高い、まあ、個人差はあるけどね自分の中で比べると自分のあれ私の例えば俺の50代から五十代今の回復力と20代10代の時の回復力がこれ明らかに違うわけだから20代の時はそれだけ壊してもここを戻すだけの力から戻してまた伸ばすだけの力あるけれども ここの部分をやりすぎると50代筋肉がつかないとトレーニングしても筋肉がつかないということが起こるのでこのためにこのトレーニングの刺激要するにボリューム強さ強度というのをある程度控えめにするただしこの控えめにするんだけれども頻度を多くすることによって例えば私俺が20代の時やったトレーニングトレーまあ普通の状態トレーニングして筋肉が壊れたドーンと壊れた。 で、一週間休んで、か6日休んで、回復させて、また上げて。ドーンとこうして、また上げて,って。こういう大きなアップダウンをするグラフ。それに対して、今の、今の俺のトレーニングは、刺激はそれほどないんだけれども、もう半分ぐらい。二次段だけどね。だけど、回復をさせて、すぐ、まあ、すぐ回復するから、こう、ボーンと下がらないので、ちょっと下がるだけですぐ回復すると。そして、またトレーニング。すぐ。またトレーニング。すぐ。 この頻度を1回のトレーニングの破壊その壊す量を少なくする代わりにこの頻度を何回もやってるなので壊す回復壊す回復を前だったら壊して回復だったのを壊す回復壊す回復だったのもう頻度を多くしてやるということなんですだけど1回のトレーニングのボリュームと強さ強度は以前よりも少なくするということなのでローボリュームそしてやや 低強度だけれども低強度というか前に比べてってことねで高頻度というトレーニング方法がおすすめで今日はサンプルルーティーンとして中あの週6日月曜日から土曜日トレーニングしてでトレーニング時間もこのトレーニングだと1時間以内で終わるただトレーニングする部位は当然多くなるんだけれども今からね説明するトレーニングルーティーンスプリットだとただ1回の トレーニングの、そのセット数というのは少なく抑えてもいい。というのはいっぱいやるから。何回もやるから。頻度をやる。で、えー、具体的な、週6日、週6回トレーニングのメニュー。えー、ここに磯越さんが書いてくれるかな。週6日トレーニング。A が、胸、三頭、三頭の上腕三頭、カーフ、肩、二頭。B、ハムストリングス。 大腿四頭筋、大臀筋。C、背中、上腕二頭筋、前腕。D、上腕三頭筋、胸、カーフ、肩、上腕二頭筋。E、ハムストリングス、大腿四頭筋、大臀筋。F、背中、肩、上腕二頭筋、前腕。G、最後が休みということで、A、B、C、D、E、F、6日やって、G が休みと。なんかこれ A、 例えば A の人は胸3頭カーフ肩にとってめちゃめちゃあるじゃんと思うかもしれないんだけども例えば、まあ、これその人だってセット数は自分で決めてほしいんだけども胸俺だったら胸3種目やって3頭2種目やってカーフ1種目やって肩も1種目やって2頭も1種目と。というのは小さい筋肉であればあるほど1回のトレーニングのセット数ボリュームは減らす1セットとか2セットでいいの1種,目1種目で1セットとか2セットでいいの。まあ本番ってことだよそのウォームアップて感じだね。 で胸とか背中、えー、それから3頭もちろん四頭筋ハムスリングスといったところはもちろん種目数多くするんだけれども特に肩とか二頭とかねいうところは小さいところは1種目とか2種目でいいの。なので全体的な種目数としてはそれほど多くないということでおそらく45分ぐらいで終わると1時間から45分45分から1時間ぐらい。でまあ詳しくこれを見てこうと書き上げると胸がねだいたい中23日。 中2、3日と2 3日やったら2、3日毎回開けてそれからやると。ね、背中が同じく中2、3日。肩は中 1, 1, 1日か2日。だから1日休んだらまた肩みたいなね。二頭筋は0から1日休み。なので毎日連続で二頭筋やる日もある。二頭筋はそれで回復が早い。ハムストリングスは中2、3日。大腿四頭筋も中2、3日。カーフ。 これも中23日で前腕も中23日ということでこの中ではね特に二頭がすごく頻度多,い多く入ってるんだけれどもその代わり一種目ずつっていうのは二頭はこれ経験あると思うんだけど二頭って回復がすごい早いその時なんか疲れてるなすげえパンプして痛いなと思った次の日何か何でもないみたいなことがよくある二頭はとにかく中0から1日そして次に頻度が多いのは肩肩もそうだよねあんま筋肉痛になりにくいところなのでここも1日か2日 で肩の時は前横後ろってあるので、まあ、その時によって前と例えば横をやってもいいし横だけやってもいいし後ろやってもいいしって俺は背中の時に入っている方は後ろ肩のリアやったりあと押すプッシュの時に入っている方は前と横やったりするっていうのは好きだけれども、まあ、このようなルーティンサンプルルーティン週6日ねでこのルーティンをやるためにはどのようなスケジュールを立てればいいかということで。 2番目の話題にはまあこれ休みどうやって休養をとっていくかそれとスケジュールの組み方ねで睡眠はね8時間とってほしいで睡眠を8時間とるためにはどのようなスケジュールになるのかというとさっきも言ったように我々の世代は忙しいことがある多いので仕事が終わってからトレーニングということがもしかしたら難しいかもしれないので朝やりましょう朝5時起床ね <laughs> 朝5時起床してそのままジムに行くということでまあそのジムの場所にもあか自分の家かもしれないしね5時起床ですぐ,もすぐトレーニングできる人もいるかもしれないしまあ1時間ぐらい経っちゃう人もいるかもしれないけどもまあ大体5時に起きてそれでトレーニングしてまあ次の7時には終わってるというスケジュール5時起床そしてトレーニングそして7時に終わってここでプロテインシェイクを飲むとねプロテインシェイクそしてえ12時今度はミール1と。 まあこれ食事も一緒にこのスケジュールで一緒にまあスケジュールだけ話しちゃうけれどもそして3時午後3時にまたシェイクプロテインシェイクそして7時にミール2そして9時に就寝とここで気づいたこと食事が2回しか入ってないですミール1ミール2そしてシェイクが2回ということで3番目のこれから話す栄養ということで朝まあいわゆる朝食 で、これ、このスケジュール見ると、5時にトレーニングして、4時にシェイクでしょで、最初の食事が12時、昼の10時なん。だから、朝起きてから、まあ、このスケジュールで9時に寝てるでしょ前夜の。なので、10、11、12、1、2、3、4、5、まあ、8時間寝たとして、6、7、8、9、10、 11 12 15時間。14時間か ?15 か15時間。まあ空腹とシェイクは飲んでるけどねあの何も食べてない食事としては食べてないということだってこれは、まあ、いわゆるインターミディエイトファスティングというまあファスティングというのはその絶食っていう意味だけど、まあ、具体的あの正確に言うとシェイクを飲んでるのでプロテインを飲んでるので。 まあ絶食じゃないんだけれどもこれは俺は実際にやったけれども体脂肪を落とすのに最も効果がある、ね、これで朝トレーニングする一番の利点として朝起きた時ってグリコーゲンの貯蔵量がやや少なくなってるっていうのはややって言ったのはこれ別に減量してるわけじゃないので。 このミール1とミール2は普通に炭水化物をしっかりバランスを取れるミールなので減量してるわけじゃないのでただ若干やっぱり炭水化物の衝動量が少なくなってるので体脂肪をエネルギーにしやすいということでもちろんトレーニングそしてトレーニングその後シェイクを飲んでいろいろか10人前に活動仕事をするとかという時に体脂肪がエネルギーになりやすいということで体脂肪を燃やして筋肉だけをつけるといういわゆるジャックと今回のテーマでジャックとの体になるには この方法が、俺は自分の中で試した中で一番効果があるし、早く効果が出る。で今、若干体脂肪が高かったとしても、この方法でやると筋肉を維持、増強しながら体脂肪を減らすことができるので、そのジャックとの目標に達することができる。で、なぜ2食、プラス、まあ、2食プラスあの2つシェイクなんで、まあ、一応4食、四食でいいか,だかボディビルダーだったら六食、5食6食食べなくちゃいけないんじゃないかと。まあ、当然、5食6食食べれれば、 若い頃は、ね、今今日話してるのは50代以上若い時だったらそれぐらい食べてもいいんだけどもやっぱりここでは体脂肪をつけてる時間がないもう我々にとってはすぐ効果を出したいということなので体脂肪をつけてから絞るってそういう時間がないもう筋肉をつけて体脂肪を減らす同時作業で行ってできるだけ早くジャックとなるためにはこの方法が一番いいと、ね、俺は自分で経験してやってましたでこれは実際にやってるとでね太るにくくなる でこれをずっとやってるというかあ,のある程度の期間やってるとおそらく3ヶ月から4ヶ月ぐらい12週から18週間続けると相当体が変わる絞れた状態になるのでこっから体を維持する例えばまあ何が今日はあの飲み会があったとかね会社が勤めてる人それそういう状況になってもこれを3ヶ月4ヶ月続けた後だと体はそう簡単には太らないと。 でこれをやり続けるとやっぱり生活習慣変わるというか朝ね食べないと力が出ないというかエネルギーがなくなるんじゃないかと思っちゃうと思うんだけれども逆にね食べないと食べると何が起こるかというと体はインスリンを放出して血糖を下げる血糖を要するに細胞の中か取り入れなくちゃいけないのでその作業作用が起こると体ってのはちょっと鈍るんだよね動きが。だからご飯食べた後って若干 眠くくななるるとというかちょっと座りたくなるよねで食べないとそれがないのでとにかく脳が冴えるというか集中できるなので俺これやった時ものすごい午前中あの目,目が目が冴えるというか俺結構ボディービルーをやってる時は変だけれどもコンテスト出た時って朝ねなんかもうスローだったのすごいとにかくまあ5食6食食べたので相当食べてたのでずっとスローだったんだけれども特に朝。 あのまあ朝早く起きて,てカードやって食べて寝てトレーニングっていう生活をしてたけれどもとにかく頭はなんか朝はぼーっとしてることが多かったんだけれどもこれやるとね食べてないと本当に朝集中して仕事してるだったら仕事もできるしとにかくいいことづくめなので体調も燃えるしなのでこのまあインターミレートファスティングさっき何回も言ってるようにシェイクを飲んでるのに、ね、完全にインターミレートファスティングじゃないんだけれどもそれのような純インターミレートファスティングのこのプログラム そして何度も言うように2番目の時に言ったら睡眠8時間9時に寝るとそれで5時に起きれば一応8時間で実際にまあベッドにいる時間と睡眠の時間は違うけれどもまあベッド2時間8時間はとってほしいということでこのえまず1番目はトレーニングスプリット低強度そして低ボリュームで高頻度2番目睡眠を8時間で朝トレーニングする。 そしてインターミディレートファスティング。3番目、栄養。朝ごはんは食べず、インターミディレートファスティングをして、2食プラスシェイクを2杯ということで、50歳のあなた、これからジャックとなフィジークになるためには、この3原則を今日から行って、これで3ヶ月、4ヶ月後にはあなたもジャックとな肌になりますので、今日からやってみてください。それでは。 ビッグイデポッドキャストでは皆さんから話題非常にこれを話してほしいということがあればコメント欄にどんどんお願いします。それでは次回のポッドキャストで会いましょう。